青い空の彼方には見えない。はい、皆さんこんにちは、 DJ のクレレ講座です。今回は右手と左手のコンビネーションのお話をさせていただきたいと思います。右手と左手のコンビネーションですね。これがこう合わないと弾いても音が出ないという、今大げさにやってますけども、この右手と左手よくお友達になるように練習をしていただくという、どういうのがいいかと言いますと、まあ、あのウォーミングアップも兼ねてですね、おすすめしてるのはこうですね。でこれまた戻っていくと、こういうウォーミングアップを兼ねてやるんですけども、ここで注意していただきたいのは、でブチブチ切れないようにですね、こんなに早く弾かなくていいですよ。最初はゆっくり、音切れてないですよね。こうやって切らないように弾くという練習をしていただきたいと思うんですね。で、今見てる方の中でやってるけど切れるなっていう方、注意していただきたいとか、どこかと言いますと、一番多いのは次のこう弾いて次の弦を弾く前に親指がもう弦に乗っかっちゃってるんですね。こうやって自らも、押さえて止めてるという方、よくいらっしゃるんですけども、そうなってないですか、チェックしてみてください。まずどの弦を弾いていいかわからないと思うんですよね。そのために心配なので早めに弦にも当てといて、次弾くスタンバイをすると、このスタンバイしてる段階で音を切っちゃってるっていう方ですね。こうですよ。準備は空中でして、弦には触れさせずに空中で親指準備しといて、こうですね、こういう感じに弾きます。2弦でも切らないですね。これが、準備するとこういう感じになりますので、弦に押さえて、音を止めないようにしますね。それから次、今度は逆にこっちの左手の方、左手の方が早めに押さえちゃう、こういう風になってて音が切れてる場合があります。それかもしくはで早めに離しちゃう、これもあるんですね。この3つが大体主な原因ですので、切れる方ちょっとチェックしてみてください。弾く瞬間に押さえる、押さえる瞬間に弾く、ここですね。まず音1個鳴らします。押さえる瞬間に弾く、押さえる瞬間に弾く、押さえる瞬間に弾く、これをうまいことやると、こんなに早くやる必要はないですよ。今はあのチェックで見ていただくのに早く弾いたんですけども、こういう感じでですね、音を切らないということを意識する、音を最大限に伸ばすということを意識して、ウォーミングアップがてらにこれを練習前に弾いていただくといいと思います。できるようになればこういう早いのもいいですし、人差し指と親指を使ってもっとゆっくりでいいですよ。で、人差し指がここですね、8フレット、1、2、3、4、5、6、7、8、8フレットまで来ると戻ります。今度は小指から戻り、またもう一つ難しくてですね、離す瞬間、まあ早めに押さえるよりも離す瞬間に押さえ替えて弾く、離す瞬間に次の弦を押さえ、次の指を押さえて弾く、こうですね。
音を切らないように練習してみてください。これで親指の練習にもなりますし、でこの横だけの動きじゃなくて縦もいいと思うんですよね。こうですね。これをやることによって親指がどの弦を弾きたいかというのを意識することができます。それぞれの弦の位置を親指に記憶させることもできますので、この練習はできるだけ毎日ちょっとでもいいですから、ね、ちょっとでもいいですからやってみてください。はい、これで、あなたの指は弦とお友達になると思います。また右手と左手もより一層お友達になると思いますので、ウクレレを楽しんでください。ということで BJ でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。雨が降って水の音、気持ちが癒される。土に染みて消えてゆく、表に残らない。大事なものはその先にある。すべて目に見えるわけじゃない。何静かにゆっくり時を待つ。